出席番号が6番の石島です。今やるべき課題っていうのは、今いろいろ言ってましたけど、まずね、株価を上げて、もうちょっと売買高を上げるっていうことが、そうしていかないとね、上場基準満たさないと思うんだけれども、何が悪いかっていうと、まず私もこの総会3回目だけど、やっぱ社長が我が強すぎちゃって株主の言う通りしないのもいけないんだけども、まあ一つだけいいところね、言うと、まあ上場したばっかの頃は、まあえらい売上利益だったんだけども、まあ無敗で、やっと配当金出すようになって、で、今回は100%以上の配当金を出してるっていうところは、これは褒めて使わさなきゃいけないところだと思います。それで株価を上げていくにはね、これすごい大事なんだけど、増配増配、さらなる増配。きつくてもね、1円でもいいから増配すら増配したってことになるんで、それが大事なことで、あともう一つね、せっかく配当成功100%以上出してても、IR が悪いんですよ。これ前確か教えたと思うんだけども、証券コード2428のカタカナでウェルネットメモしてください。ウェルネット。で、ここの IR をクリックするとトップに配当成功50%出してますよ。株主優待こうですよ。だから御社も真似しなさいって私去年か一昨年か言ったと思うんだけど、1年経っても何にもやってないところがやっぱいけないところであり、まず IR をクリックしたらニュース、これはね、どこの会社でもやってることなんですよ。で、今、どん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 上場企業が増えて、やっぱり株主が見るところっていうのは、どれだけ株主向上価値があるか、どれだけ配当金、会社がね、配当成功を出してるか、どれだけ株価が上がってる期待感があるか、これだけなんですよ。売上上げたって株価上がらないんで、まずホームページ、IR クリックしたら、配当金、配当成功ね。100%以上出してんだから、これはすごいことなんで、乗っければいいのに、やっぱりそういうところをまず直しましょう。そして、検索エンジンかかるようにしないと、配当金いっぱい出してますよということを、検索エンジンをかけて、まあ、それは御社、ね、原口君、プロだと思うんで、検索エンジンかかるようにして、また、主幹事さんにも、うちはこれだけ配当金出してますから、もうちょっと宣伝してくださいとか、もうちょっとアピールしていかないと株価絶対上がらないんで、今これ出来高見てもね、ひどいんですよ。出来高がほとんどない状態で、もう買いなそうとなっちゃったんで、まず人気出すには、うちは配当成功今回100%以上出してますよ、これはすごいことなんで、利益全部配当金ってことは素晴らしいことなんで、あ、ちょっと待って、俺社長に質問してんだから、そういうマニュアルを渡すなんて失礼なことしないでもらいたいね。そういうとこいけないよ。だまず、今できることはね、せっかく配当金出してんだから、増配増配、さらなる増配を目指していきますよっていうことを、やっぱりホームページのトップに載っけること、配当成功今回100、とにかく配当成功100%以上出してんだから、その旨を IR をクリックしたら、ニュースじゃなく、そのトップにね、配当金のことを乗っけて、もっともっと人気出すようにしていった方がいいんじゃないかなと思います。質問はやれそうかどうか、やってください。以上です。はい、貴重な意見、ありがとうございました。配当成功の目標というところを、はっきり定めているわけではないんですが、事実として去年は50%で、今年が、ちょっと異常値っていう形にはなりますけど、300% の300%の。形にはなってるんで、そこに関してはですもっとアピールしたいね。ご意見いただいた通り、アピールしていくということも、しっかり検討してですね、で、また来期の部分に関してもですね、これはお約束はできないのですけど、増配というお約束ってなかなか難しいんですが、ただやはりなぜ配当を出しているかということなんですけど、それはやはり株主さんのため、そして、そうだよ。今のやっぱり実績ですよね。その、
今のまあうちの株価と業績と、まあ、そういうところをあの加味してですね、まあ、配当を、まあ、他社よりはこう出していくというような方針で今やっておりますので、うん、で今後もその、まあ、業績がねすごく上がり株価がすごく上がりそうなった時また話は変わってきますけど基本的には同じ路線で、やっていきたいなというふうには考えております。それはあの、はい、偉いと思ってるのホームページに載っけたらどうだっていう質問に関しての答えはあそちらに関しては、うん、あのぜひ検討させていただき、うんやらせていただきたいなとは思っております、うんまあ、以上ご回答させていただきました、うん、いいよ。